行列やるよ。それですですです。やったー、やったー。あと3つで甲子園大会優勝、優勝すればうちの高校は総局といってね、特別にもう一つの極み項目を授けられる選手が1人誕生するというね。うわ、そろそろ見えてきましたよ、全国制覇、そして総局がと思ったら前回負けてしまったのがあの夏大会でございますからね、油断せずに行こう。さあ今日は落合が注目選手だよ。いやいいですね、甲子園の逆風にも負けない高校打法を見てほしい。ちなみに今日3月26日この甲子あのゲームの中なんですけど、はい、雪降ってたんですけどね、マウンド上ピッチャー雪っていうあれがないんでしょうかね。あのいや、このパープロ君には倒産されてないようです。確かにないね。2024に期待です。後藤君138キロの BB スライダーシュートパーム、奪三振、奪三振持ってても伸びがいい。なんか一回戦ったことありそうだな、これ。柳田ちゃう。長妻、まあ相手そんな強くないですね。引っ張りが鳴きました。落合さんには逆らうことはできません。落合さんが引っ張りといえば引っ張り。ああ、攻撃の方が良かった。流しの方が成績はいいですけど、やっぱ落合さん、この風を見てね、今日は引っ張り方向だということでしょうか。うわー、さすがでございます。風を読み切って、入らないのかい。そこまでやって入らないのかい。久しぶりに引っ張りで長打見たわ。そうだね、いいとこ来た。ナイス打点1。落合さん、分かってますけど、アベレージヒッターよりもパーヒッターをついてほしいんですけど。落合さん、なんだかんだホームラン届いてないです最近。そうだね、届ききらない。まずね、走りたいけどランナー勝負してつけたいけど、 C で盗塁いいか、クックはどうだ。ここ数値もいいんで、ここで、いやまだ早いか。ここはもったいない。風が柔らかくなりましたね。打ちました。ここで狙いますか、高得打法。落合さん、今あの風向き変わってますからね、ちょっとだけ。まあ落合さんクラスになればね、そりゃ風も読みますよね。おー、引っ張ってますよ。きたー、風読み。落合が、落合の頭がいい。IQ 落合、IQ 落合。あれ、打点がそろそろ、もしかしてタンスト99が近くなっているのではないでしょうか。今98、99なんだじゃない。ナイス落合、久々のナイスですね。いや素晴らしい。まだまだ、あ、小屋犬の出番ですよ。出ました。この落合のね、継ぐ男。まあ果たして継ぐのか。今日差ししてますね、まだ元気に。第9。おい、え、嘘嘘嘘嘘。小屋犬だ。嘘嘘。小屋犬。いや素晴らしい。小屋犬これでさ、もうパーヒッターとは言えないよ。弾道が1上がってくれればそれで文句ないって。さすがに弾道は上がってくれ、1はかわいそう。まだ1なんだ。すげえな、3番から7番までの連打。さあ行くぜ井上くん、手まで打ってないよ。流し打ちが今日は強い。いいね、選手たちがこれやりたいです、あれやりたいです。おっと流したのかそれって。みんなホームラン打ってから俺も打てるんじゃないかっていう調子になったやつだね。自分にはできないこととできることを判断した方がいいぞ。三振三振、素晴らしいですね森くん。ランナーなし。リードで迎える。さあどっちだ、どっちがいいんだ。センター返し、センター返しですね。なるほど、右に左にと。今日は甲子園の風がいい感じですね。なんか雨だから。あーやばい、アウトになっちゃう。これは後藤君にも褒めよう。うわ、いいピッチャー、ナイス。おっとピッチ。さあ森の守り神、森の守り神、この間ね、あの農協高校に駆られるという事件がありましたね。面白いコメントでした。スタミナあります。やはり人災にはかなわんか。森林伐採されない。あ、カーブ強っ。森総局でもいいなって思ったけど、もうこれで十分説もあるな。第9ストライク、強っ森くん。勝ったら総局誰にするか。どうしよう、落合総力ですかね。トールインマンにしちゃいますか。余計また阿部比するよ。それか何ですか、ホームランだった時に全力出してですか。打ちました。まあ、あとは新しいフォークにかけるという意味では和田くんとかもいますけどね。パワーとか弾道とかにしてあげるという手もあります。正直あの落合さんはね、あの夏の大会の時に総局したかったんですからね。もうあと1回戦しかないから。おっと、ナイスキャッチ。中根、中根いいね。打つ方では静かだねけどね、中根最近見たいな、ね、中根のいいバッティング。おっと、2連打。尾崎、小山また打ったの。小山打ちました。小屋健、珍しいね。さあのっぺり金子、みんな打ってるからね、打ちたいよね、のっぺり金子くん。間です。あ、かわいそうに。
ノーアウトランナー1塁3塁となりました。ミート極み、岩堀、岩堀がなっちゃうかもね、レギュラーに。金子じゃなくてストライク、まあ、金子くんパワーだけだからな、まだパワーだけ、あパワー A じゃなかった、 あれ、ね、あれか、熱血か、そして今拾い直した、あんま打撃の選手じゃないのか、ミート極みだから岩堀くんは活躍してもらうには困る。そうです、第3球、そしてこのインコースいった、おーおーおー、前進守備、ムーン、まあ6点あるし、森くんはまあ作ってたろうがなんだろうが、適当にどうぞ。森くん打ちますよ、3割打者、3割バッターですもんね森くんの打順を上げてくださいってコメントもあるんですか。ありますね、全然1年生より打ってますからね。第3球を投げた、もうエースで4番とかうちではあんまないですもんね。もうそれこそ大谷翔平が来ないとやらないね。あで森くんは結構もうほんとクリーンアップでもいいぐらいの打つ確率あるらしいね。あるある、5球は5球目打ちました、ショッピングセンスがあるんだろうな。これさあ和田くん見せてくださいよ、君も広角風いいぞ。究極のシコレ流し打ち7、あ6、今日もツーベース2本投げた、そしてツーベース、うん、あおさあ南部くんナイスキャッチ、和田くんはちょっと褒めるところしかないですね今のところ。ランナー2塁3塁、三振三振アウト、ナイス、いやいいですね。総敵君ここはゲッツーじゃなくて繋いでほしい、繋いで、まあ、最悪のランナー二塁にしたら勝負師のあのね、まあ、化け物が出てきます。一塁タッチセーフ、投げた、完全に外れた。こういう時の大関はいいバッティングするよ、センター返しよくうまいよ、流し打ちか今日は。第2球ちょっとセンター返しゲッツー怖いなと思って。なるほど、逆にね二遊間に寄ってる、そこを一二塁間の貫くバッティングうまい、だね、まさに言った通り、やってほしいことをやってくれるこの大関の器用さということで98打点になりました。さあここでパーヒッターがねドーンとローボールヒッターでした。低めの球よくすくい上げてるから別にいいんですけど、第9投げました、舐められてる、28本目のホームラン、あ打点が完走する、このホームランだった、これホームランだったら完走します。わーったー、おー、打点はつかない、99点目、果たして100というくらいはあるのか、ないと思うあ、出た中根、見たいよ中根のいい男じゃねえよ、いいバッティング、プルヒッター持っていて、流し打ち持っていて、対左でもチャンス A でもある、もう何でもいいからホームラン打ってくれ。パワーヒがないんだ、パワーヒがないけど弾道4でしょ。落合さんは隠れパワーヒッター持ってるから、まあ打てるんですよ。中根はやはり盆栽だからね、一般人から生まれたから。直球は外れた、対左ここ打たなきゃもったいない、投げました、ストレート、あ入ったんだ、まあ一応スリーボールですけどね。第5球じゃあ言っちゃえ、甘いど甘いど、なんだなんだ、フォアボール狙ってたのかお前、そのスイングダメよそんなんじゃ。投げました、そうだそれだ、伸びろ、伸びてあげて、それだ、伸びてあげて、伸びてあげて、伸びて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 、うわ伸びた、中根、ね、よかったよかった、甲子園球場はいつものね強風だったら押し返されていたと思いますが、ラッキーラッキー、雨降ってる時は風止むんだ、素晴らしい、打つね今日はみんな、いい感じ、まだ1回戦、動画1回戦、あ動画1回戦、そう、あと今日ね甲子園決勝まで行っちゃうかもしれないから、今日ライゾーキ、いや渡辺くんがね地味にね来てるんですよね、この足の速さ、どーんどーん、いいね1年生でこれって素晴らしいよね、完成形です、総力極みの。さあ岩堀くん、君は何がしたい、岩堀もともとチャンスなのか、へー強、第2球、じゃあ強心臓いらな、打ちました、性格合ってないよ、合計は3球目、3球目空振り、まあ、綺麗な流し打ちがね一番得意ですけど、振り返って2塁牽制球、第4球を投げました、うわ、おーおーおーおお、インコース来たって大丈夫、岩堀だから、投げた、打ちました、ナイス、ナイス、岩堀くんいいですね、本当は濁らない岩堀くん、岩堀、岩堀、ピッチャー変えちゃいますか、そうね、まあ、代打いないんですけど、いるじゃないですか代打の正田が、ただただ名前あの代打丸だけでどんだけ出てくるつもり、打ってもいないのに、ランナー2人を置いて、俺が代打正田だ、2回に1回を打つ男、そういうと聞こえがいいぞ、パワーヒットはいいじゃないですか、フルスイング見してくださいよ、第9、俺はゲッツなどしない、代打の正田、坂口くんしかもうピッチャーいないようです、第2球、フォークボール見送ってストライク、でもピヨピヨしてるのに2球もストライク取られてどういうつもりだ、第3球、正田、正田投げた、ボール、なんだ甘いすっぽ抜きを期待してんのか、お前まだ大体1打点しか上げてないな、うわーな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 ー、おーラッキー、
しょぼくれた当たり打ち上がってバーディー見したれ。1年生にも格の違いってやつがあるんだよ。バーディーまさかのセンター返しかな。第9投げた見送ってストライク。見せてあげましょう、あの一塁ランナーにいる代打しか起用がされない男。一塁ランナーも帰ってます。一塁ランナーもベンチで見てろ。チャンスいいだけどちょっと数値を変えたって。ランナー走った投球ストライク。これで数値が良くなるはず。よし、これで1球にかけると。追い込まれたけど、これから3球目。ダーン。いやー今日いいですね。風2メートルになっちゃってる。これが1メートルだったらフェンチョクだったんだけどな。11対0。今日この回5点を。絶好調から島さん。お、いいね、ピリカラさん。いい、ね、じゃあホームランで締めてください。99打点100打点目自分で打ちます。ソロでスリーベースヒットになればサイクルヒットが達成となります。それかスリーベース打つか、サイクルヒット。さあ100打点目あるのか。ホームラン打ってそれを証明してください。下アウトコース2球目ストライク。バッター追い込まれました。あるときついよな。センター返しで様子見るか。第3球を。おお、アウトコース来た。投げた。いや見たいな生で。あのね、次の試合でね、さあ4球目になっちゃうかもしれないね。え、高めボール球。あらららららら、佐藤くんすごいですね。軽快な守備を見せました。残念ながら無理でした。今日2三振投げました。ストレートはボール。原島さんもいい経験値詰めましたね。そうね。第2球はぐれた。田中でいくか原島でいくか、それとも入学式の1年生にいくか。第3球を。この2人は別にどっちもいいですからね。やっぱ2枚看板でいくべきか。お、第4球を投げました。うわー、チェンジアップエグいけどファーボールですか。い、右バッターボックス。いや、まあ、ほぼで言うと点取られる。ここまで田中がゼロの中だからな。チェンジアップはボール。第2球投げました。打ちまし た。取ってやった。オッケー、ナイス。いいじゃないですか。まあじゃあ裏はね、田中君投げさせてあげましょう。おっと、尾崎来ました。尾崎打率だ、3割乗った、素晴らしい。引っ張り、尾崎このミート引っ張りが得意でございます。第9球投げました。カーブはボール。一塁へ一つ牽制球。阿部秀引っ張るっていう新しいスタイル。一応プルヒッター持ってるんで全然強振もできるんですけど。なるほど。というかそもそも弾道極みなんでね。第3球を来たよっと。あれだな、わお、単純に振り遅れた打球。来たよ。スライダー空振り。すごいインコース攻めくるの。第5球投げた、打った。ナイスアベレージ。うまいね。なるほど、2ストライク追い込まれるまでは狙ってたんじゃないですか。です、さあ渡辺君の代打。総力極み。あ、ダイソーか、ダイソーの渡辺。前面に出て、君打てるのかい。第9、今陸上部ですからバット持ったのも今日が久しぶりじゃないでしょうか。1年生の時は陸上部、2年生から野球部交流ですよ、大体うちは。第3球は、いやー打てそうにないですね、渡辺君。バットの持ち方逆じゃない、大丈夫。あの左手を上にしてグリップ。あら、飛んだ飛んだ、まぐれスイングか。投げた。あら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 、走れ、走力極み。まあまあいいでしょう、さすがです。まあバントみたいなもんですよ、お前が自分で走ってな。第9、ランナースタート、キャッチャー二塁へ送球。これで岩堀が打ったらでかいな。チャンス。さあどうします。ミート、センター返しか。第2球投げた。それだよ、ど真ん中岩堀。もうちょい打率上がっとかないとさ、ベンチ下げられちゃうよ。投げました、ストライク。やっぱね、クリーンヒットお願いします。綺麗な当たり。そう、ありゃー、ボッテボッテボッテかです。今日1点、まあスクイズです。今日なおもチャンスが続いています。おいどー、バッターはピッチャー。アピールしたいのはどっちでしょうか。誰、片木亜美、高橋周平かと思ったらただの高橋だった。石井、対左持ってんじゃん、こっちの方がいいんじゃない。石井くんね、ほら、あの結構センターフラらへんいいキャッチしたじゃないですか。補給極み石井です。強心臓ついて対左ついてムード待ってる。これ投げました。クリオ石井くんの時代が、逆転、そう、逆転の時代が。第2球投げました。これ石井くんとかに限って覚醒したりしますからね。あー、余計なことっていうね。補給極み覚醒しがち説もありますから。発生に必要なのは補給だった。なんだですか、ね、そこを使う、コツを使うんだって意味ですか。ノーマスマチン、おー、石井くん逆転する。石井なるか、こっから落ちちゃうよ、抜くぜ。あと3人回せば。和田くん、いいバッティングした。よし、風1メートルだ。さっきの当たり打ったら多分フェンチョク以上になるから。第2球
投げた。渾身のストレート。お、早いね、黒田君。少しアウトコース低め、変化球とか。第3球を投げた。きついか。インコースは厳しいね。ボールを掴んだ。一塁送球。アウト。スリーアウトチェンジ。田中出まーす。10歳金島降板。さあ、ゼロの田中。田中ゼロです。に入ります。第9投げた。危ない。打ちました。1位あれだ。防御率が上がるところだった。投球これから2球目。ボール。154キロナイス。いいね、いいね。森くんの後駒。どうするボールマリオ。そう、これ空振り。やっぱ100キロぐらいになっちゃうと打たれまくるって言われてたね。第4球を誰にコメント欄。いや、そんなの、そんなのまやかしやろ。誰が検証しとんねん、そんなの。100キロぐらいの超スローボールの方が普通のスローボールより打たれやすいなんてことは誰が検証しとんねん。肌感、肌感。体験ですか。体験を考察のように言うから、検証のように投げました。感じたらそう考えたくなるよね、打たれた理由は。打たれるわけないんだから175キロかって思いたくなる。影響に絶対はないということなんです。第4球を投げました。いや、いいストレートだな、んだ田中くん。第5球投げました。打ちました。ショート、さあ大関くん、今日ね仕事に大関です。あ、そう、勝利まであと1人。あらあら、ちょっと順調すぎない？これ次の準決勝気をつけてね、負けだからね。まずは決めてきました。そうだね。あ、ここで負けたの。そうです、残り2つできなかった。見送ってボール。まあ、でも打線は水物ですからね、本当に。でも今日のいいところは森がゼロに抑えてるところです。素晴らしい。そして田中もやっぱりゼロ。田中のゼロはいつまで続くんだ。田中ゼロですね、本当に。うん、小山も打ったし、中根も打ったし、落合も打ったし、この打ってほしい3人が打ってくれました。さあ、なんか伸びろ。金島さんがチェンジアップ5になった。和田くんがだと4になった。和田くんすごい。四万十実業相手ね。なるほど、準決勝。今日ね、注目選手中根なんですけど、まあ、中根いつも5番にいるじゃないですか、はい、いつもの私たちだったら打順をね、中根2番とかにして、その後の落合さん見たいからね、変えるんですけど、まあ、それやめたらっていうコメントが来ててね、まあ、確かに、まあ俺たちはね、落合さん見たいとかそういう欲望があるけど、確かに自分たちが見るためだけにこのね、流れているいい感じの打順を変えちゃうのも良くないかなと思いまして、今日5番です。さあ、果たして活躍するのか。浜田君139キロの CC シンキングツーシーム、高速スライダー、チェンジアップ。球児だ、違う、球児か。先発させた方がいいんじゃないですか。火の玉ストレートないんだ。火の玉ストレート、アプリの話じゃないですか。ハプロ君に火の玉ストレートなんてないですよ。作れよ。え、分かった。プロスピじゃないですか。プロスピか。そんな大層なもんないですよ。というわけで中根くん、逆に考えればね、いつも見れない6番7番が見れるというふうに考えて、小屋犬が控えてますから。ああ、小屋犬ね、はい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 。5番とか見るのたまにはええやんと。あ、でも落合さんも見たいな今日で。100打点近づいてから、甲子園のね、観客の皆さんはこれで100打点だっていうなんか自作のなんか持ってきてるからね、ちゃんと。あ、はいはいはい。また雨降ってるんですか。さあ頑張れ中根くん。さっきのがショートの内野安打になりました。マジ、うん、サクサクと終わりますね。 3,4 回終了。おっと、1点取られちゃったよ森くん。ピンチですよ森くん。危ない危ない。サクサク進むときは打線が火吹いてないってことだから怖い。森くん、雨降ってるときはすごく調子がいいっていう森伝説があったんですけど、今日点取られた。やっぱりあれかな、2試合連続は水はちょっと喉いっぱいみたいな。喉いっぱい。第2球投げた。 V スライダーちゃんと合わせられていく。あら、やばいぞこれ。レフトバックホーム。高い高い。佐藤低め。いいバッティングを見せます。さあ、ここはゲッツー体勢を取ります。これは取れるでしょう。ノーバン。あ、佐藤、佐藤、佐藤見抜きました。内角中心6だけど、低めね、低め。2シフトを走った。走ったけど超スラボラ、さすがに相性悪いな。なんかタイミング悪いし。相手いい動きしてくるな。バックホーム体勢でいきましょう。さあ、ここで前進守備を敷きます。いいよ、低め投げさせてね、浮かさせないという。ないやな、正直言ってちょっと微妙よ。小山も普通、落合さんも普通、中根も普通、大関だけはいいけど送球いい。あー、よくない。バックホームいけるか。外野も来るぞ。タッチアップ気をつけろ。投げました、打ちました。ないや、おー、小山じゃなくて小山ナイス。これっけ。ランナーは第9。じゃあ内野一つよ。外野も丁寧に取っていこう。ツーアウト。第2球。点差怖いなここで。投球は3球目。投げました。いや、怖い、そのスローボールが。外すスローボールは強いです。そっからね、
殿下の方と V スライダーが火を吹かない、吹かないですね。8奪三振めちゃめちゃ取ってます。おお。おお、さあ小屋剣頼んだ、せーの、よし、ありがとう、ナイス小屋剣。いや小屋剣1年生でこの守備できんのいいよ。三振三振、あら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 、誰も打たないわ。落合さん今日何もしてない、3打数ノーヒット。100打点目は俺で見てくれ、いいから打ってくれ。大関か、大関は結構大事な人物だから引っ張りでお前打ててないんだよな、正直流したい気持ちの方が高いけど。第9投げた、今から打ちます。本当かいな、プルヒッター、プルヒッター見せます。投げた、決まってアウトコース打っちゃってんだもんな、ダメそうや。これは打返しにしましょう。第3球を投げた、打った、流し、流してます。何も言うこと聞かねえ、投げた、いい当たり、あーっと、プルヒッターか、いいとこにいた、警戒か、結構すごいとこいたな、ランナー一塁にいるというのに。引っ張り警戒でゲッツー取るっていうすげえいい作戦ハマってない手。いや怖い怖い、あー怖い怖い、いやー怖いよー、一点差怖いよ。500件よくフォアボール入れました、ダイソーです。牽制気をつけてね、牽制士はないよ、陸上部で牽制士は陸上部タイムです。野球部にさせます、ありがとうございます。どうします、ボリボリ君、ボリボリ君に任せましょう、チャンス A なんでね。こういうところで進化していかなきゃ、1年生は1年生にも責任があります。というか代打いません。3球目投げました、おラッキーすぎる。スクイズという手もありますが、スクイズという手もあります。スクイズ4、なかなかいいですね。ここはスクイズで1点が賢いのか、堅実か、どうしましょうか。こういう時はあなたですよ、コインの表裏みたいな時はあなたですよ、頭を使わない直感の時はあなたですよ。打つのかとスクイズか、スクイズと思うやん、やん、流し打ちなんだよね、全身守備してるから狙うんだよね、そこを。うわー、完璧。うわー、結果論だけどね。結局こういうのはね、結果論、完璧です。バッターはピッチャー、あいつは全身守備してたからね。今日ダイソー起用します。あれ3だけど大丈夫か、岩下くんは抑えられないでしょ。森くんはサクッと打ってくれ。打率のいいモーリー、ここで初球ストライクから2球目空振り、追い込んでから投げました、1球外してボール、次が4球目投げました、あら、まあピッチャーというのを考え、あらららら、三振作って、やばいって、3打席連続三振やばいって、ワーディーどうした、もう寒いっす今日。ってます、ワーディーしかも引っ張り6、なんだこいつ。双子の弟じゃないの、やりたいならどうぞ。まずは二塁牽制、今日なんか和田くん違くない。あ、あった、いやーミスんのかインコース、あんだけねライト方向にね流してたらね、引っ張りだってもう打てないでしょう。やり方覚えてますか、引っ張るって、気持ちいいよ引っ張るの。第3球もう、アウトコースいつもみたいに手出しちゃダメよ。第4球を投げた、あーちょっとなんか良くない、なんか詰まったね、狙いは良かった、本当にインコース来たけど。7回までが終了しました。2点差はちょっと田中くんとか投げられないですね。抑えてます。が打った落合さんが2ベース。点を取んない。今日は中根に花を持たせやろうというやつですね。中根くん流し打ち、フルヒッター行きます、流します。ここは引っ張りに警戒。引っ張り警戒からの風5メートル。いやー。これで3アウト。怖い怖い。最終回か、最終回だね、セカンドランナー2点差守りきれるか、森3番からいい打順、10打三振89球、エコエコ森がエコです、いいことです、森がエコなのは。さあ森くん絶好調にしてやる気は出ましたよ、元気もりもりってか、また力。第9投げた、見送ってストライク、100キロのスローボール。第2球投げた、いやー怖い、100キロのスローボールは俺のストレートです。まずバッティングセンターであの100球、まずは準備で100キロからやるかっていう球です。オーケーオーケーオーケー、怖いよ怖い。175キロ詰まらせてワンアウト。あの100キロのスローボールってわけ、スローボール上に浮いてるわけじゃないですか。うん。じゃ175キロの上に投げるボールないんですか。変化球なんよそれはね。第2球。決まった。よいしょ。第3球を。投げました。一つ外した。揺さぶってますね。今日は調子いいんでしょうか。カーブももう投げていいよ。強くなったから。第4球は3だから。それ。おお。一回取らないかと思いきや。
あ、こいつも空振り空振り空振り。第9球、浜田君、今日のピッチャー先発です。投げました。初球はストライク。まずは第2球。相手エースも完投。そうです。おーっと、極みを3失点抑えるって相当いいことですね。ただ負けは負けですよ。いや、森君に救われました。1失点ナイス。さあ、和田君の三振がついてるのは痛い。やめて、赤とかつかないで。すぐつくから。つかず。あぶね。落合さん何も上がってないやんけ。双極リストを考えてみましょう。まず双極できる権利がある人ない人。はい、和田君あります。弾道極み、違う、サポート極み。井上あります。まあでも2年生だな。ミート大関あります。2年生だけど参考時。落合あります。まあ、走りたくてうずうずしてそうですね。必要ないような気がするけどな。全くこれなんか総力がさ、今のところフィニッシュ多分 BBBB か、まあ良くて AAA ぐらいじゃん。ああ A はいかないな。 B の75ぐらいよ。これをなんか総力にしたところで総力が A 行っても別に別にどっちでも良くな い, い正直ね。ほんとだからさっきも言ったけど夏大会の時だったら良かった。まだもうあと1回戦しかないし、落合さんは弾道4ミートパワー SS の時点でもう完成してるんですよ。あとの能力なんて正直言っておまけおまけ誤差、まあ、中でももう完成してますよね。今から何かを S にする必要ない。やっぱり1年生かエース森かって感じ、ね、そうね。君ももうモリモリ成長してますからな。そうだね。正直イラン変化球とか覚えててほしいんだよね。覚えるだろうな、この流れは。逆に覚えさせないために変化球を決めさせって言ってもあるよ。森くんの練習確認してみよう。あー、ギリギリシュートかな、あれは。スライダーか、こいつ右利きか。あ、カーブ、スライダーだ。スライダーを覚えそうです、ちょっとだけ。でも今から変化球極みにしても間に合わないんだよな。まあ無理ですね。やっぱ1年生だな。1年生で権利持ってるのって和田くんと尾崎ぐらいなんだよな。おー、弾道と散歩地か。どっちも活躍しますね。あ、尾崎も3割打ってて、すごいな。右のプルヒッター、違うな、左か、左方向のプルヒッターと右方向の和田、このどちらかが1年生最有力候補ということで、まあ、最後の試合をね考えていきましょうか。田中はまだ無理、原島も無理。あ、原島さん惜しかったね。あと2チェンジアップ上がればいけるけど。本読むチェンジアップ1上げて、この試合で1上げる。さっき上がったばっかだからな、きついよな。お、いいじゃないですか。ここで和田か尾崎かを選べと。じゃあ和田くん見て行こうかな。やっぱりここは、ああ今のところ和田くんの方が評価ちょっと上ですよね。いや、俺和田くんをパワーにしたいな。ああ、やっぱそうなるよね。まずは勝たねば越後です。越後屋さんですか。あ、もう新潟で制覇してきたばっかですからね。なんか帽子のマークいいって嫌ですね。エラー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 すげえエラーしそうなんだ。こっちだって三振だぞ三振。KKKKK まだ強い。守備機動力打撃力素晴らしいじゃないですか。井上くん147キロの BD、 カーブ、フォーク、高速進化。一人転生っぽいなんか細めな人がいましたね。この人じゃないですね。誰だろう。この人は滝沢さんです。滝沢、夏男と書いてなんて読むのでしょうか。夏男じゃねえの。誰か分かる人いたら教えてください。どこのチームかも俺は分からないな。足速、盗塁下手。カープロ君あるあるなんですよね。さて、足速くても盗塁下手って牽制食らいまくってますよ。和田くん行きます。和田くん活躍次第ですよ。投げました。あー、今日はもう順調に降格してますね。届きませんでしたが、これでワンアウト、ランナーはありません。さあ、どっちが活躍するか。もう甲子園の優勝なんて。そう、尾崎がアウトです。あ、落合さん100打点いっちゃったんじゃないの。あら、言ってるか言ってないかも乾燥してるかしてないかでわからないけど。ライトフライに倒れています。さあ、見せたれ和田くん。投げました。なんか、どうしたどうした、緊張してんのか。つまりんです、つまりんつまりんつまりん。これでワンアウト。落合さん、これは入ったな、多分。入っちゃった。落合さん、見て和田くん、つなげー。マウンド上ピッチャーは井上。投げました。インコース高め。おー、もう初球からバンバン振っちゃうよこの人。焦ってる焦ってる。何に焦ってるんですか。活躍しなきゃ、総局なりたいよって。投げた。それなんだけど。じゃあそれを打つんですよ、和田くん。追い込まれました。今日無風。お、追い込んで。珍しい。投げた。あー、これもだよ。ライトノッカーやん。ライトノッカーすんな。これでツーアウト。本くん楽しい。あ、危ない、ピンチピンチ。
ノーアウト1・2塁ピッチャー9番ライトノッカー和田のちょっと微妙だな最後に評価が。甲子園の風がかなり意見音がね本当に1球目ストライクから第2球すごいなんだその話し始めて全部使われてるよそれ使われてるよカットないんだから基本的に、カットしてカット打ちカット打ち今のはみんな聞かなかったことにしてくれ今何分だ動画時間タクちゃんがうわめんどくせえって思ってる今編集しながら、はい、打たれてるし、まあ、俺が言いたかったのは甲子園の風に対策する逆に甲子園から風を吹かせて無風状態にさせればっていう話なんですまあでも楽しいんですよね甲子園の風が強いことはね守る側からしたらラッキーだったりするしねまあねこれから2球目俺はやっぱ風は嫌いよドーム派だから風物詩投球はこれから3球目インハイへということで危ないですよ森くんホームゲッツーです投球これから4球目ボールホームゲッツー1択みんなホームに投げろ投げたドワーッ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 ナイスキャッチ今セカンドに投げるリスク高かったよ怖いよ今エラーしたらランナー帰ってるよ頭の中では近いとこ投げようと思ってここは中間守備を取りましたドワーンドワーンナイスドワーンナイスドワーンドワーンナイスこれノーアウト満塁ナイスぶねー今日2点リードは変わりませんそして大関出て落合見るバンポンパンパンなんか会話変わりましたよ多分ゲッツ崩れでしょうねリードで迎えるヨホリ君ノーアウトランナー1塁という場面岩堀ここで小山をダイソーにする小山なんかちょくちょく出てね出てんね打率上がったりするかな1割9分3厘あいいじゃないですか良いの上がってる上がってる今日ダイソーを送ります3盗塁警戒されてます渡辺1年生大丈夫です盗塁エア強いんですさあボリボリ君チャンス A 岩堀今日心臓が耳を出さない第2球来たインコースうわー岩堀岩堀くんいやパープルで大事なのはやっぱミートのデカさですよ狙いすまして芯に当てるだけで飛んでいくんです金属バッティングは監督ミート1なんですけどそれ監督が言ったんですか監督が言ったんですねあとライトフライノッカーどうにかしようそろそろライトオーバーにしてほしいんですけどこのライトフライノッカーちょっと困るよ打つところが内角攻めなんだよなそこ振るな初球フォークボールアウトコース見逃しとるよ頼むぜワーディー最有力候補ですよ低めきますそれは打たない次インコースです次インコース来たらもう内野ゴロよ投球は3球目投げましたライトフライライトフライノッカーですもん魂の第4球を来たこれはどうだナイスなバッティングライトフライノッカー卒業井上くん地味ながらそれなりに打ってます地味ですがさあシュート打ちの方が相性良さそうな感じありますねそうね第9それだ外れたプルヒッター持ってるからアウトコースにも十分投手は投げたくなるよいやいいですねこれ痛烈最高この落合さんも回ってくるねいいねえ大関の助がホームラン打たない限り回ってきます大関君は仕事人ですからね自分のよあっ魔物だ使っちゃうか使っちゃいましょうかどうせ勝てるだろ仕事人第9投げハモるあんまないよ仕事人っていうところでワードでハモるのいや大関は本当にいい仕事してる第2球投げましたマジでただのネタキャラで一生ベンチかと思ってます最初の方は出してね横綱小結びとか言いながらねその後ぴったりと出なくなりましたからねで最高時期闇はこういうチャンスがあるんですよショートがいないなら僕がやりましょうかっていうインコース高めあれこの世代ショートいなくなっちゃいましたね僕できますよでレギュラーになってとりあえずしまくると投球これから5球目満塁でもいいぞ満塁男つけたいしねついてない第6球は久しですあれ全然仕事しないよここまで2安打の落ちパーヒつけ今日1本打ってダメ押しといきたいわああねもう99、100で100いってません感想です感想100打点いかず誰かこれ計測してもらわないと今100です今100合ってんのかなコメント欄の人よかったら計測してくださいね、ちょっとカットとかもあるかもしんないけど一応ねね何打点か知りたいよねえ無理じゃねえだってこうやってさ、うん、ぐるんってやってさじゃあこの試合で完走したのは間違いないああ間違いないこれで今ちょうど100だったじゃあ俺たちが忘れない限りこの試合から落合さんの成績を見て打点いくつか考えていけばいいですか試合後にあれこの試合だっけさっき打ってたっけさっきちょっと怪しかった怪しかったこの試合ということにしましょう案外のここの画面にはないけど最後に落合さんのやつ見たら確かに確かにあるんじゃないかな卒業の時とかにはねそうそうどうしようかな指示
いやもうホームランしかないし、この2択。いやもう和田くんがライトのあのこれぞ広角打法だぞっていうね打ち方を見せてくれます。初球カーブ見てる記憶がアウトコースのカーブ行ってほしい。第2球あー来たったうるしゃい。それ振らないんですか。バッター追い込まれました。なんだもう100打点いっちゃったから満足しちゃった。あれちょっと引っ張り気味の打点入っちゃってる。あーっと守るか。記録はセンターのエラー。センター打点が入っていく。この場合はエラー2打点。どうなんだろう、エラーの時の打点。あ、落合さん、一塁で止まってれば盗塁あげたのに。え、ありますよ、サード。この本領発第9、投げた。いい当たり、中根。中根の鋭い当たり。取りました。取った。取るんか。うまいところ、もう一回ぐらい回りたいけどな。お、尾崎。あれ、尾崎の方が打ってないよ、今日。打ってないね。ここでアピールするのはホームランしかない。行くか、強振。ここで解禁。越後ここで引っ張りに警戒した守備初球、うん、まあまあいいでしょう。増田くんじゃなくて石井くんでいいか。いや金子くんならどうですか。そこ金子くんね、うん、のっぺり金子くんがねちょレギュラーから落ちちゃったから。でそして岩堀ホームラン打っちゃったからね今日。そうだね、ここでホームラン打たないとベンチ確定ですね今のところ。第9投げた外角低めホームラン打って、なるほどお前も打てるのかみたいな感じになります。第2球どうだ投げました。高めに送ってストライク。ホームランの練習なんかしたことないからね。守備の練習しかしたことないから。投げました外角に送ってストライク。いきなり言われても困るでゴンスって顔してますよ。ゴンスって言ってた。第4球を投げました。ボール相手もカーブ攻め、カーブカーブカーブ3球連続カーブからの投球。これから5球目進化進化いろんな球見していくけどちゃんと金子くん見てます。さあ6球目ランナースタート。ストレートに対応していく金子。いいよいいよいいよ粘るよ。ほら疲れさせた。このチャンスを。うわっ！金子頑張った。フルスイング。しびき網だけど頑張った。残念。届かない。金子もいいセンスを持ってんだよな。打率がいいですもん。今のやらしすぎだろう。待って待ってファールして。今日リードを7点として。和田第9投げました。決まったストライク。和田か。正直言ってもう一人くらいこの世代サボジキャミ作って投げました。小屋犬の代わりにサードを誰か入ってもらうっていうのが一番強いかもしれませんね。小屋犬はレギュラーじゃないですか。小屋犬レギュラーにしたい気持ちは俺の中ではある。追い込まれました。岩堀も強いしな、金子もいいし投げた打ちました。いいじゃない。いい当たりだね。結局打ったよ。まあヒットパンダ2本ね。パンダかーって感じ。第9投げた直球ストライク。インローへ。もう指示できるからな強振の。尾崎もそうだけどできればなんか強振指示をさせてあげたいよね。はあ、ミートしかできない人に岩堀とかに強振とかね。ファーキャンにしてね投げた。指示の問題がね双極は解決できるのがでかいんだよな。第4球はこいつ打つのにミート慎重だみたいな。そう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 。うまくさばいています。スリーピッチャー変えましょうか。ちょいからさん、まあ、7点大丈夫でしょ。抑えてくださいよ。あ大丈夫でしょ。これで負けたらもうね、なんだろう、逆極みにする。逆極み下がっていく。そう赤マス団赤マス極みになる。唐島さん、いかないの赤マス踏むときにあの誰か一人被害食らうのは唐島さんなんです。人柱になるしかないと。初球ストライクから。おおすごい。インコースのボール球を振らせました。追い込んで第3球を。おおすごい。全部何今の。よく取ったわ。投球これから4球目。イエーすげえチェンジアップ。久しぶりに来た時止めボール。懐かしい。時を止めます。このチェンジアップ。ストレート緩急と。誰のかい。あんだけチェンジアップにタイミング慣れさしといて。第9ボール。ストレートもうちょい早くいと嬉しいな。遅いな。第2球投げた。いやでもその分チェンジアップがワンバンしてますよ。あの取り方大丈夫かよ尾崎。投球は3球目もう。第4球はいやすごいなすごい。これえぐいわ。とどめ追い込んでから第5球スライダーちゃんと合わせられる。大丈夫か。掴んだ一塁送球。あれ肩強い高橋くんだ。肩極み強い。8回までが終了しまして7対0です。尾崎が出れば出ません技。あラスト尾崎チャンス。今日俺が総局になるんだという場面でぶっ放してください。プルヒット尾崎今日はここまで4打数1安打。それ打たなきゃ。プルの尾崎か広角のワーディーか盗塁の落合か盗塁の落合か。第3球を投げました。お尾崎か尾崎なのか届かない。
崎もいいセンスしてる。まあでも尾崎は何も変える必要がない。ここから万能で言ってくれ。一塁ランナー和田もなんだけどな。誰かあと一人くらい1年生でいいのがいたらな。岩堀が才能見せますが、まだあれなんですよね。総局じゃない。そうなんです。あ、これ変えた、変えよう。初球外れても、原島さんね、変なランナー出したくないですよね。田中君最初から投げさせてあげよう。なんだってゼロ田中だから。そう、防御率が 0.01 以上あるやつは俺に話しかけるなって言ってます。あれ、そんなことするプロみたいなことするやん。え、何ピッチャー変わったから。あっちも忘れてただろ絶対。今日2回目の伝令を送り。さあ行きましょう。ジャイロボーラーなんですね。ジャイロボーラー田中なんですね。投げました。あ、打った、痛烈な当たり。一歩も動かないワーディー。噛みました。よしれてるかな。 7-0 ですけど。あ、勝ったな。今年も極み高校は勝つんか。外れた。で、今日の極み総局はってあのバックスクリーンで表示されますから。ブルルルルルルジャン。和田です。ストライク。尾崎です。観客がっかりしてんじゃないの。夏は極みが負けて楽しかったなとか言ってんじゃないの。そりゃそうでしょうね。こんななんか漫画の高校みたいなよ。なんかずっと創立からずっと勝ってるつまんねえね甲子園になってますからね。これ今日勝としても抑えたい場面。投げた。ジャストミート。わお。まだまだまだ防御率をゼロに抑える。初球に送ってストライク。いつか消えますからね。これはそれがいつかなの。2年生の、いや3年生になるまでゼロだったら1球1球に魂を込めて投げ込みます。そうだね。マウンド上は田中。第3球を投げた。打ちました。やっぱ先発になると大都市点がありますから。これは引っ掛けた。さあ最後に片木亜美のドラーが送球終了。勝ちました。片木亜美の高橋君もね、甲子園でアピールできてるんだからさ、いいですよね。別に出世ですよね。肩だけ期待してるんだから。内合さんの打点確認のお時間です。今日は2打点です。あら、101。おお、びっくりした。なんか変なの覚えたかと思ったぞ。カーブ4。増田君が弾道上がりました。なぜ田中君が160キロいきました。さあ、総局を決めなきゃいけませんね。1年生はこの2人しかいませんもんね。あ、もう1人いた。あ、いた。あー、陸上部からついに野球部に正式入部ですか。そうだな。いや、金子欲しいな。金子強くしたいけど、もうまだな。1年生だとやっぱり和田くんか、尾崎、そして渡辺です。権利があるのが。なるほど。ただ渡辺はセカンドでしょ。もうちょっと強くなってもらいたいよね。そうね、万能でね、守備弱いし補給弱いし。ということで和田くんか尾崎。まあ、逆を言えば尾崎くんはあの弾道だっけ。弾道極みです。弾道で何も特化してないよねって感じ。そうだね。和田くんはもうミートとパワーが B あるから強いよね。弾道も4あるし、まあ、ホームラン打てるよっていう感じだから、どっちかだね。一人の選手になんか特化してこいつをキャラ立てするぞって言うなら和田くんで、チームを強くするぞで、今微妙な能力だから誰か一つパワーとか鍛えて、ホームラン量産する尾崎か。絶対に強いのは尾崎。あのミート極みとかにした尾崎が一番強い。まあ安定だよね。絶対もう3割後半ぐらいまでいって、ホームランも10本ぐらいまでいって、で熱血感でパワーも上がるからね。まあここは強さを得るなら尾崎。ただ、まあ、ぶっちゃけもう一回あるから、彼らには夏大会優勝したらね、次は和田にしてあげればいいんじゃないじゃん。そうだね。ここは強さを求めて尾崎いきますか。の何パワー、ミート、ミートかな。ミートが強そうだね。パワーもうちょっとで C だからね。ただパワーが足りない当たりもよく打ってるから、パワーでもいい。もともとどっちもできるっていうね。アベレージヒッターでフルヒッターだから。じゃあパワーにすると熱血感効果、性格効果もあって上がりやすいですよ。じゃあパワーにしますか。尾崎パワーでいきますか。落合さん、総力の線は大丈夫ですか。なーい。多分あのコメ欄もあったけど、誰も見たくないと思う。この速い足の速い動き。おお、101。ん、あ、どこ。おー、見れる見れる。よかったよかった。みんなに数えてもらう必要ない。実はここにあった、あった、大丈夫だ。ここはちゃんと3桁まで表示ね。101打点ということで優勝おめでとうございます。総局極みは今回は尾崎のミパワー、尾崎のパワーに決定しました。ということで次回は入学式ですね。うわー、スタートしてきた人、そう、野良枠2人、